はようございます。10月2日の小江戸川越です。ラジオ川越で一番地味な番組、ちょっとディープな観光案内の時間がやってまいりました。本日も30分間よろしくお付き合いください。さて、この番組は FM88.7MHz 川越市脇田町のラジオ川越よりお送りしております。この番組はガイドブックなどではあまり紹介されていないけど、よく見てみるとはたと気づくようなちょっとディープな川越の横顔や、身近にありすぎて普段なかなか見えてこない隠れた川越の魅力、また歴史や民話、伝説などを絡めましてゆるくお伝えしていきます。時にマニアックすぎる内容やニッチすぎる話題もちょくちょく登場いたしますので、あらかじめご了承ください。またですね、この番組は旅行や散策で川越にいらっしゃる方はもちろん、地元にお住まいの皆様にもぜひお聞きいただければ幸いです。お相手は小江戸川越のらりくらりでございます。本日もどうぞよろしくお付き合いください。さてですね、こちらが10月、もう10月になりますとね、例年、これ先週も話しましたっけね、川越市民がそわそわし始める時期でございますね。もう毎度おなじみ、言わなくてもわかるよというようなツッコミを受けそうですけど、そうです、川越祭りですね。これね、川越祭りっていろいろな表記があるの ご存知ですか。観光ポスターなんかでご覧になる川越祭りはひらがななんですよね。川越祭りという感じになります。で、氷川神社のですね、関連の、川越祭り、こっちが本家といえば本家なんですけども、こちらは漢字3文字で 3文字で川越祭り、ね、ちょっと噛みましたね今ね、川越祭りなりますね。で、私そのブログ等で表現するときにはその真ん中を取りまして、祭りに理の送り仮名をつけて川越祭りってやってるんですけれども、基本的にひらがなの表記がいわゆる観光のための川越祭りで、漢字が神事と神事であるための、川越祭りというような、漢字の使い分けでいいのかなという感じがいたします。で、これ川越祭りといえばですね、やはり何と言いましても出汁ね、これ出汁ですね。これやっぱりね、ユネスコの世界遺産にもなっておりますのでね、この出汁というのがあります。で、この川越の出汁というのは、これ川越の祭り会館のホームページというので、見ていきますと、川越祭りの出汁というのは29本あります。で、これ今私本という表現をいたしましたけども、一般的には1台2台でもいいと思うんですけれども、これはね、神様ってほら一柱二柱というような数え方をするじゃないですか。で、その柱から来て1本2本というね、いわゆる出汁というのはおみこしと同じで、神様が乗っているものだということで1本2本と数えるそうです。だから分かりやすいのがあれかもしれないね、諏訪の御柱祭り、もうあれ柱イコール神様なんで、1本2本っていう数え方でいいのかもしれません。だからね、こうで出汁を数えて、出汁1台来たよじゃなくて、出汁1本来たねっていう方がなんとなく、あ、ちょっと君2だねみたいなね、そんな会話になるのかもしれません。その29本の他にも、こののらりくらりが自分の目で確認している出汁屋台に関しましては何本かありましてね、例えばあの南田島ね、ちょうど南古谷と川越の間あたりにあるんですけども、南田島に1本屋台があって、それからもう1本屋台ですと、新河岸の先ですね、いわゆる藤間というところに藤間自治会という屋台があります。でね、南田島はまだ現物を私ね拝見したことないんですけども、何年か前にですね、藤間の屋台は拝見させていただきました。で、通常屋台っていうと底抜け屋台って言いまして、もう上も回らないし、本当に小さめの屋台という形で、
なっているんですけども、この藤間の屋台はね、周り舞台ついてたんで、これもしかしたら将来的にはだしに進化するのかなというですね、感じを受けました。で、この屋台とだしの違いって何って話なんですよね。で、これね、明確なものはないんですけれども、これ野良倉的にはですね、人形が乗ってるのがだしで乗ってないのが屋台でいいかなと、非常に安易な決断をしちゃいます。で、まあ、実際そのような見方の方が多い感じもしますし、だしと屋台の違いって何っていうのでネットで検索しても同じようなですね回答もありますので、そのような形で分類させていただきます、勝手に。はい、これ違ってるよっていうの方が いらっしゃいましたらぜひ教えてください。これ勉強にもなりますんでね、お願いをいたします。そしてあとね、だしと言いますと、岸町のちょっと先に砂神殿という場所があります。で、砂神殿は姫神というですね、女神様、まあ、女性の神様を、祀った屋台がありまして、こちらも実はね、残念ながら町内引きしかできないという出汁なんですけれどもね、これ実はこの隣の岸町が、昨夜姫というやっぱり女性の神様、それからあと2本女性の神様がいらっしゃいまして、これ2本ともなぜかですね、うずめというですね、あまずうずめの御事だったかな、を祀った出汁がありまして、これが、今成と大手町の出汁だから4本ね、女性の出汁がいらっしゃるんですね。これね、4本ね、なんとかですね市街地連れてきていただいて、札の辻で女子会引っかわせとかやったら素敵かななんて思ったりするんですけどもね、まあ出汁1本動かすのに結構お金かかりますんでね、ここら辺のところは、ね、やっぱり深く要望しないようにしましょう。そして、もう一本私が見たものでは大塚神殿というところに、ここが頼朝、源頼朝の出汁があります。これもね、私出汁蔵まで行ってちらっと見てきましたけども、相当古いものらしいんですよね、ベースに関しては。なのでね、こちらもね、頼朝さん市街地まで連れてきまして、弁慶と牛若丸とですね、ちょっとなんか対面して、あと川越太郎か、中原町の川越太郎と、対面させてみたら、それはそれで歴史的な出会いになるんじゃないかななんてね、勝手に考えております。で、本来ね、ある方によりますと、いやいや出汁もっとあるよ、全部で40本ぐらいあるよという方もいらっしゃるんですけども、ちょっと私が把握しているのはこちらまでで、あとは1本私有の出汁がありまして、確か脇田新町の工務店さんがご自身で持っていらっしゃる出汁がございます。これはね、千葉県からあたりから、持ってきた出汁らしいんですけども、その工務店さんが、まあ、基本毎年春に行われている、まあ、自社のお祭りでお披露目をしております。なんか町内の栄光をするとか市街地に出てくるということはありませんけれども、この出汁もですね、まあ、そういった工務店さんの、行事の時にね、機会があったらご覧になってみてはいかがでしょうか。そしてですね、この29本の出汁、まあ、一応公式発表も非公式もないんですけれども、のうちですね、川越市が所有する出汁があります。これね、川越市の出汁というのは正常というですね出汁になります。で、これ正常って真っ赤な髪の毛の、お人形が乗っかっている出汁なんですけども、これ実はですね、川越の百貨店といえばもう皆さんご存知、みんな大好き丸広百貨店さんですけども、もともとですね、丸広百貨店さんが集客のために平成2年に自費で製作した出汁ということなんです、ね、今出汁ってどのくらいかかるんでしょうね。雲仙万億いっちゃうのかしらね。まあ、これ彫り物とかはまあ年々進化していきますのでね、そういった中での制作だったらしいんですが、で当時ですね、今のラジオ川越の隣にあります、アトレ、ね、このアトレで展示をする予定だったらしいです。で、展示をね、これ提案したんですが、この時丸広百貨店さん当時の人形を太田道館校に設定しようとしてたんですが、こちらがですね、実は太田道館校に関しましては、ね、アニメのですね、月が綺麗の舞台にもなりました連雀町、連雀町がもうすでに昭和27年に太田道館校の出汁を
制作しておりますので、まあこれいろいろありましてですね、断念をしました。で、これがですね、断念しちゃったので、その他はもうマルヒロの予定としていた新刊というのがあったらしいんですよ。もしかしたら今のあの東側の駐車場あたりだったんでしょうかね。新館を作ろうとして、その新館に3階吹き抜けのスペースを作って展示するつもりだったんですが、これも諸事情により、ビルが建築されなかったと。平成2年というとね、ちょっともうバブリーな頃が崩壊しちゃってる頃だったのかななんて思いますけれどもね。まあおそらくそういった大人の事情で、これも断念しました。で、そのまま百貨店の倉庫の方にお蔵入りになっていたということになるんですよ。そして今からおよそ20年前、市政施行80周年を迎えたのを機にですね、市はですね、出汁を持たない自治会からの、要望をマルヒロさんに伝えたそうなんですね。で、そしてその時点で市へ寄付してくれませんかというですね、提案をしたそうです。で、人形をじゃあどうしようという話になりまして、実はこの丸広さんがある新富町には鏡獅子という山車がありますので、この鏡獅子の白の対として、連獅子の赤をイメージした象状という山車にしまして、平成14年に初、引き回し祭りに初参加をしたといういきさつがあります。で、この山車は、おそらく初めは展示用に作られていたせいかですね、いわゆる回り舞台っていうのを持ってないんです。四つ輪なんですけどね。だから意外とですね、四つ輪で回り舞台持ってないのは珍しいかなという感じがしますので、ぜひ、意外と新しい時代の山車ですのでね、平成生まれの山車って結構ありますけども、新しい時代の山車なんで、普段はね、川越祭り会館に展示してあることが多いのでね、これぜひですね、ご覧になってみてはいかがでしょうか。そして10年ごとの川越祭りってね、来年100周年というのがありますけど、私が最初に記憶にある周年のお祭りっていうのは昭和47年、1972年の川越祭り、これが昭和50年じゃなくて市政施行50周年の時のお祭りでございます。今の市役所ができた頃のお話でございまして、で、先週のお話から無理やりつなげますと、日本の鉄道100周年の記念の年でもありますって、そこかいね、そういう話になります。で、ね、先週もちらっとお話しましたけども、末尾2年、私1962年生まれなので、こちらのですね、ちょうど10歳の時が市政施行50周年にあたるということになるわけです。もう今から50年も前ですね。で、この時は祭りの出しってね、確かね15本だけだったと思うんですよ。で、15本だからできたことというので、市役所の前に15本の出しがずらっと並んで一斉にですね、お配信をしていたっていうのがなんか記憶に残ります。今の市役所の庁舎の真ん前にあります南駐車場というところに、かつての市役所の庁舎がありまして、で、そこを解体して、一応軽く整地した感じの更地になっていたところで、まだね、当時存在した消防局の火の見やがらが残っていた頃なんですけども、ここでね、なんかその出汁が、勢ぞろいするのを見ていますね。なんか壮観な感じがしましたね。で、おそらくそれ以降なんでしょうかね、その10年ごとのお祭りの際は、とりあえず全ての町内の出汁が出動いたしまして、で、市役所の前で並ぶ、で、出汁が増えてまいりますともう並びきれないんで、市役所の前をご挨拶して通過していくというような流れになってきているようです。確かにね、29本横並びにある程度の間隔空けて並べたらね、下手すとこの西は札の辻、東は黒山町の交差点じゃ済まないかもしれないですよね。
でもうこれすべて見るのも大変なんでね、ね、小糸川越観光協会さんがよくね桟敷席を販売してまして、ここ意外と優先的にね見える場所らしいのでね、まあ来年もし実施の場合はですね、小糸川越観光協会さんのホームページなどを確認していただいて、桟敷式で席ですね、これありましたらぜひでね、そこでご覧になってみてもいいのかもしれません。で、まあ本来川越祭り、今度は漢字の方のお祭りなんですけども、まあ漢字の方のお祭りの方はですね、やっぱりこれはもう氷川神社の例大祭ということになりますね。これね、氷川神社の例大祭としての川越祭りになっておりまして、これにまあ付属すると言ったら失礼なのかな、神幸祭というのがあります。で、この神幸祭っていうのが川越祭り本来の姿を表したものだそうでして、まあ、現在もこれをですね、祭りそのものと考える氏子さんが多いそうです。で、まあ、もともと氷川神社の例大祭っていうのは旧暦の9月15日だったんですけど、まあ、城下ににぎわいをということで、松平信綱公が推奨しまして、慶安4年1651年に始まったのが、例大祭に続いて行われる神幸祭、これ神様の幸せのお祭りと書きますけども、まあ、現在でもですね、例大祭は新暦の10月14日先週のお話を繰り返しますと鉄道記念日、ね、神幸祭は翌15日というふうに開催を変えずに言います、ね、だからこっちがもうお祭りだよということで川越祭り漢字なんでしょうね、はい、で川越、だから通常のこの出汁の引き回しをする、川越祭り、ひらがなの方の川越祭りとは日にちが異なってくるんですね。おそらくね、暦の関係で何年かに1回ぐらいは十何年かに1回ぐらいかな、土曜日が14日で日曜日が15日っていう週って必ずありまして、近年もね、なんか1回あったよね。でここもドンピシャですよね。2016年頃だったかな。でこれね、氷川神社ではですね、まあ、毎年10月14日の11時から、まあ、神社の創建を祝ったり、それから五穀豊穣や氏子さんの繁栄を祈った例大祭が執り行われます。でこれはね、見学は自由なんで、ただあんまりね、神様の神聖な行事ですので、バシャバシャフラッシュ焚いたりですね、大騒ぎはしないで静かにご覧になっていただきたいんですけども、この神幸祭ね、まあ本殿に向かうための行列というのを見学できます。もちろん拝殿の中には入れませんので、これをご注意ください。結構ね、私も2年連続ぐらいで拝見させていただいてますけど、非常に荘厳な感じが受けました。でもう一つがですね、あるのが傘渡しっていう行事があるんですね。これは祭りの間はですね、いわゆる傘を身につけて晴れの装束をするね、日頃から抜け出して、これを境に祭領たちは氏子を代表して、いわゆる、まあ、神の人としての資格を得るそうなんです、まあ、そんな区切りの儀式でございます。で、川越祭りが終わりますと、翌月曜日のだいたい午後5時ごろに再び、参加全庁の祭領、まあ、祭領ってこれ出汁を運行するためのリーダーとお考えいただいていいでしょうね、祭領がですね、祭り装束で神社に集まってきて、で傘渡し神事で受けた傘を神社に返す傘脱ぎ神事というのがあるそうですね。まあこれはですね、意外とこう各ご町内の SNS からこういうのに行ってきましたっていうのがね、発信されてますので、もうこれ本当川越好きな方はですね、もう片っ端からSNS で川越の出汁を持ってる町内の SNS を探し出してみてください。私も多分全て把握してませんのでね、であと川越祭りってね、引っかわせってのがあるんですよ。これ引っかわせっていうのがですね、出汁と出汁が向き合った時の行事になりますね。でこれがやっぱり一番の見どころになりまして、特に夜ね、出汁同士が向き合うと、まあ、若い子がですね、提灯を持ってうわーって感じで相手方の出汁の方に押し寄せまして、で出汁の上では出汁の上でお囃子とですね、踊りが繰り広げられるわけです。もう本当にね、町内引きとか神社参拝を済まして他町に引き出されますと、本当にね、まあ、狭い市内ですから、他の出汁とですね出会うわけです。
で、そこで行われる川越独特の儀礼作法というのがこの引っ交わせと言われているものです。で、これ文化11年、1814年にはこんな記述があるそうで、屋台、まあね、当時はまだ出汁とかそういうのがいっぱい一般化してなかったらしいんですけども、屋台が交差するときは必ず儀式として林を叩き合うようにせよというですね、これが引っ交わせの始まりだそうですね。で、これね、よく言われてることなんですけども、相手のお囃子に、乗せられてリズムを崩すと負けとかね、道を譲るというような都市伝説があるらしいんですが、これね、改めてこれ川越祭りをですね調べてみますと、決してそういうことではないそうなんですよね。これね、これ地元の方っていうのはこれショーではないと思ってるそうです。で、まあ、要は出汁をですね、出会いましたらこれは神様同士の対面になります。まあ、さっきも言いましたけども、出汁っていうのは神のよりしろになってるものですから、出汁同士が会えば神様同士が会うということなんです。ということで出汁同士の正面を引き合わせ、それぞれのお囃子と舞で相手の町を称える、まあ、分かりやすく言えばご挨拶なのかな、そういう感じがします。だからね、本当にね、よくね言われている、さっきも言いましたけども、どっちが店舗をさらわれたとか、表紙を奪われたとかっていうのはね、これ部外者の方がちょっと間違ったことを言っているということなんでね、これはむしろ流儀の異なるお囃子と舞を十分楽しむべき場ですよということなんですね。で、これ、囃子を打っている方々なんかはね、状況とか相手次第でね、もう曲も変化させると、もう大抵威勢のいい曲が流れるんですけども、相手がね子供囃子であったりすると、なんかねこう別の笛が入って静かな曲目に変化されると、なんかこれがね ぶっきりの笛というらしいですね。あとはご不幸があった家の前を通るときっていうのもなんか静かにする。だからこれ本当にね、自分の町内知らないとできないことなんです。だからすごいですよね、お囃子連の皆さんってね、この町内で何があったかっていうのを把握していかなきゃいけないということなんです。で、こちらですね、栄光っていうのは結構ね危険な空気が伴ってきます。うん、あ、危ないんですよ。だって4トンとかそのくらいの重さあるわけで、重いのが8トンだったかな、出汁がありまして、で、これはですね、進路とか停止位置とか綱さばきとか回転台の回転角度ね、知識と経験ね、もう本当に知識と経験です。データ残ってないですもんね。だからデータっていうのがその裁量の頭の中にある。だ、裁量って方もすごいなと。で、あとね、巧みに電線をこう避けたりする飛びの方とか、もう本当にね、ある意味技術の集大成ですよね、これね、川越祭りすごいと思います。で、これね、明治の末期に引っ交わせを円滑にさせるために、出汁の囃子台部分を回せるようにという仕組みがどんどん浸透してきました。で、今でもですね、回転台がついてないご町内もありますけども、それはそれで古き良き時代の出汁の魅力を伝えておりまして、ね、特にあの三つ輪の出汁なんかが方向転換するときっていうのが、まあ、三つ輪の出汁、私が把握してるのが原宿町と、原宿町は多分ね市街地には出てこないんですが、大手町と、元町2丁目だったかな、高沢町の方の元町と、それから六軒町で回転台がついてる三つ輪の出汁もあるんですけども、意外とですね、方向を丸ごと転換するときっていうのは今ですとジャッキアップする出汁も多いんですけども、最初の先頭の一輪をみんなで持ってせーのっていうことで一気にガリガリガリっと回すんですよ。そうするとですね、交差点におそらくね、状況が良ければ向こう1年間ぐらいこの引きずった跡が残るんです。で、これがあのいわゆる出汁のコンパスの跡っていうんでね、川越祭り終わるとだいたい写真アップされてますね。私もやってますけどもね。でもそういうですね、いわゆるあくまでも神様の挨拶をやろうということで、やりやすくしようということで、出汁のですね、回転台が回るようになってきたと
いうことなんですね。だからこれですね、夜が8時回ってきますと今度は夜の氷川線、夜の川越祭りもなかなか本当迫力があっていいんですけどもね、これ夜間栄光っていうのがですね、なんと明治37年だそうです。今まで昼まで終わってたんですね。で提灯で浮き上がるような出汁の色っぽさっていうのもあるみたいですけれども、こちらですね、最近はですね LED とかに変わってきました。それはそれでですね、現代を表していく、出汁も進化していくんだなというイメージが強いですね。で、この時はですね、通常裁量さんというのは扇子を持って、運行を指揮するんですけど、夜間に関しては提灯で指揮をするそうです。そんなこんなでですね、いろいろちょっと川越祭り一部に語ってまいりましたけども、これ川越祭りね、大半、29本神様なんですけれども、中には実在の人物もいらっしゃいます。はいね、例えばこのラジオ川越のある脇田町の出汁に関してはこれ徳川家康公が乗ってらっしゃいますし、それから自分が住んでいる千葉町の出汁は千葉次郎さんというですね、方が乗っていらっしゃる実在の人物ですね。こちらの方ですね、誰が一番古いんだろうっていうのをちょっと調べてみたら面白いのじゃないのかなと思って調べました。しかしですね、調べてこれを発表しておりますと、なぜか1時間の特番になってしまいますので、こちらは来週にですね、お披露目したいと思います。ちょうど来週あたりが本来の川越祭りの日程になるか、その1週間ぐらい前のかな、前になるのかな、そういう日程になると思いますので、この、川越祭りの出汁ね、乗っているお人形で実在の人物で誰が一番古いのかっていうですね、それやっていいのっていう話なんですけども、出汁の古さっていうのは意外とラインナップ出しやすいんですよ。これちゃんとですね、祭り会館の出汁で何年進行とか言い伝えによるといつ頃できたっていうのは明記されてるんで、これはね意外と年代順に並べられるんですが、乗っている人物、神様はちょっともう別格ですね。乗っている人物に関しては、これ全部その人の名前から全部調べて並べ直すというですね、お前相当暇だなというのをですねやってみましたので、これぜひですね来週お披露目したいと思いますのでね、こちらの方をね半分ぐらい楽しみにしといていただければいいかな。これでそれだけを解説して30分尺が埋まるかどうか分かりますんでね、のでもうちょっとですねお話とをご用意してお待ちしたいと思います。というわけでですね、本日30分にわたって川越祭りについて延々と語ってまいりましたけども、いかがだったでしょうか。ね、本当にお祭り中止でね、川越市民に関しては辛いものはありますけれども、来年こそはですねこのコロナも落ち着いていただいて、と言いながら私もですね、この放送の前の週あたりかな、ちゃんとですね2回目のですねお注射をしてまいりまして、なんとかですね、かかっても軽症状で済むよというような状況があります。で、油断しないでマスクをしたり手洗いうがいは続けたいなと思いますね。というわけでですね、小江戸川越のらりくらりがお送りいたします、ちょっとディープな川越観光案内、いかがだったでしょうか。先週に引き続きましてラジオ川越と、この番組は皆様のスポンサーを募集しております。ぜひですね、既得な方ラジオ川越ホームページからスポンサーのリンクを開けていただいてですね、やってもいいぞという方がいらっしゃいましたら、ぜひよろしくお願いをいたします。それでは本日も小江戸川越でお楽しみください。